はい。ではですね、信長の野望大使、ウィズ・パワープキット、小田原征伐編の、まあ、前田家ですね。はい、23話いきます。22話はですね、軽くおさらいになりますけれども、まあ、包囲網で、まあ、だいぶ制圧してきましたよ、ということで。で、高屋次郎城ね、ここはもう、防衛ね、するの諦めました。あと6日ですね。はい。諦めました、ということで。はい。こんなところです。で、あとは、ちょっと歩兵ね。多分取った場所があるはずなんで、どっか取ってなかったっけかな。ここら辺、ここ取ったのか。歩兵してない場所あるんで、歩兵をね、ちょっと軽くやっていきます。一個ぐらいしか取れてないのかな。まあ、防衛とか結構してましたのでね。はい。では、兵糧は今月は買わなくていいか。はい、進めていきます。口惜しきことよ。じゃあ、ここで、ね、取られてしまいました。はい、残念です。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。ああ、こっちに来る。こっちに来てもあれですもんね。これ、普通に、戦場有利でしょ。たったしか、ここ。ほら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 。美味しいじゃないですか。いいです、いいですよ。ここも、確か1枚いれば勝てるはずなので、2回当たっても大丈夫ですね。はい。じゃあ、こっち戦場見ていきましょう。強行26日。強行で行きます。来ましたね。これ勝てます。終わりですね。さあ、高屋城取れるんじゃないのかな、これ。5人いるでしょ？で、1人でしょ？武将いないでしょ？一人で行けばいいでしょ。ここで、解体で、武将ちょっと一人で、走らせておきます。300人もいればいいでしょ。あ、でも、100人でとりあえず、触るだけで取れるんだね。先陣を切らせてもらう。ここ勝てるはずです。我らに歯向かうとは愚かなものよ。この戦場結構かなり有利だったんですよね。うん。で、こっちの戦場は、あ、こっちの方がやばいね。これがどうにかして、こっちに来てほしいね。これで来てくれるのかな？こいつが来てくれた方が嬉しいんですけどね。ちょっとここ、注意して見ておきます。この城、もらい受ける。あ、取れましたね。じゃ、このまま進めていきましょう。4万5000で、4万5000も集められないですよね、今の、ナムさんの体力ではね、4万5000もいないので。ちょっとここ気になっちゃいますね。あー、来てくれなかった。じゃあこれちょっと入場させておきます。で、こいつらがここにね、高屋次郎見てくれるかもしれないですからね。この城もらい受けよう。はい。お市場、うん、お市場もね取れましたね。行こうか。
したらここどうなんだろう。あー、ここは6000か。ちょっとここはちょっとダメですね。勝てないです。あ、ここ戦場有利じゃないですか。ここ向かっちゃいますよ。いざ参ろうか。ちょっと家康くん、もうあれじゃないですか。もうボロボロじゃないですか。これ一回戦ってこいつの時には逃げますか。うん。でちょっとね、ここがあと74日。ちょっとよ、待って。74日でしょ。まあ、いけるでしょ。あと5回ぐらい当たっても多分ここは、松さんが守り抜いてくれると思います。で、強行42日ですね。谷勝さん。わかんない。どこにいるか。ああ、ここか。これは1回は勝てるけど、2回目は確か勝てないっていうさっきの展開でしたね。そうですね。ここ勝てないですね。じゃあこれは、一旦下がって、いや、逃げ切れないか。じゃあこれは解散ですね。したらじゃあ小泉さん、こっちに、来てくれるんであればね、助かるんですけどね。報告いたします。先月の収支です。表情を始めようか。商業もちょっとね、やっときますか。よし、表情は終わりだ。あと111ですね。あと111あれば、一番やりね、舞台上に攻撃力大アップね、取れますね。あ、野戦築城取れるね。先野戦築城取っちゃいましょうか。防御力アップするんで。あと、これも取りたいですね。ゲチよ。ボヘ。確かこの辺取ったよね。はい。は取ったのはここだけかな？だけですね。あと、この辺も取ったよね、確か。かしこまった。ただ、この辺もボヘちょっとし直さないとダメですね。あと、この辺はどっか取ってなかったかな？取ってないのかな？取ってないですね。はい、こんな感じですね。で、あとは。取引を行いましょう。あ、建築しといた方が、いいんだけど、どこ建築すればいいかは、記憶にないので。とりあえずこの辺ですね。この辺ちょっと建築しておきましょう。で、こんなんいらないのがあるんで、撤去します。準検所建てます。かしこまった。承知した。承知。そうすればこの辺も、あれでしょ、戦場有利な場所。あ、ここは戦場がすごい不利だったから建てたいと思ってたんですよ、確か。はい。確かここは戦場すごい不利でした。なので、こっちに来たんですよね。そう。僕は6000対1万2000で、戦場不利で、あー無理だーとかって、記憶にありますね。しか、でもそうしたら、どっか、準検所あるはず、ここにあるんですね。この準検所壊しておきたいですね。はい、ではね、進めていきます。あ、大垣取れますね、もうね。我が領内に敵が迫っております。これが来る。手を打とう。じゃあちょっと、ここで2万9000の部隊を跳ね返しておきます。いざ参ろうか。この城、もらい受け。
はい、大垣取れたので、まあ、あの、岐阜とか秩父、ここら辺孤立しましたね。孤立したので、いつでも落とせますね、ここはね。なので、無視ですね。片付けない。はい。じゃあ、ここで、9万の、ここの沢山あたりを取っておきますか、沢山あたりね。武将も少ないので。で、ここは全然倒しきれるんで、ちょっと様子見ましょう。はい、じゃあ落としましたね。で、そのままどんどんとこっち、進出していきます。大丈夫ですね。体力残ってないですもんね。こっちも大丈夫で、この辺様子見ておきます。待機せよ。ほい33日、いいですね。ここ勝てます。誇りにかけて負けはせぬ。そしたら、いい感じに倒せれたので、どこ狙いましょうか。手を打とう。こっちはまだまだ全然ダメですもんね。あ、じゃあ、準拳場ここ壊しておきましょう。準拳場を壊しておきます。出陣しよう。もうあれでしょ、戦争も期間が、もう終了間近ですかね。あと1回3で終わるんで、戦争ね。勝てるでしょ。我が部、天下に示す。あ、武将来ましたの、負けつき。貴様の部では。で、野戦からの速キロでしたね。じゃあそのままちょっと上に進んでいきます。出陣する。じゃあここを見ていきましょう。報告いたします。先月の終始です。下地で結構今戦争で落としたので歩兵をします。ここですね。あと、どっかも落とした記憶があるんですけど、どの辺取ったんだろう。こっか。は2箇所ですね、落としたのはね。はい。じゃあ、兵糧を買っておきます。行いましょう。ありがとうございました。あ、兵糧だいぶ、10万ぐらいまで落ちてきちゃいましたね。じゃあね。続きいきます。皆の力合わせよう。待機せよ。はい、ここ楽勝です。勝ち合い揺るぎません。皆さん、これからも私を支えてください。なんかあと5回ぐらい当たってもなんか大丈夫な感じしますね。じゃあここで準拳場をね、壊れるのを確認していきます。強行しておきます。我らの勝ちだ。勝ち時を上げろ。どっか落としたみたいですね。はい。あー、このマークだとあれかな、戸沢さんがいるってことは、あの南部の城落としたってことですね。そうですね。南部の城落としてますね。じゃ、このままどうしようか。はい。行きますか。出陣するぞ。じゃあ、あの、準拳場の壊れるところを見ていきます。3、2、2まで来ましたね。はーい。沢山をもらいました。で、あともここも、長浜もすぐ落ちますね、これね。ただ、長浜落としていった方がいいですね、絶対ね。長浜行きます。
なんかだいぶここら辺あれですね。前田家が制圧してきましたね。強行25日ですね。で、ここは強行54日。どこだ、ここは。ああ、南部さんのお城ですね。で、多分もう準権上壊し終わったんじゃないのかな。はい、準権上壊し終わりましたね。そしたら他にもなんか準権上あるかどうか確認しましょう。他に壊した方がいい準権上。特に準権上はなさそうですよね。なさそうですね。いいのかな、これだ、これだと。そしたら、あともここがもう勝てる状態になってるはずですね。6戦で。あ、こっち立ててた準権上が死んでる死んでる。じゃあ、ここ行きますか。唐沢山。でも、ここで当たっちゃう。ここで当たるんであれば、どっか、こっちとか？守り上げ。ここは守り上げじゃないので、こっち行きますか。いざ参ろうか。もしかしたら負けちゃうかもしれないですけどね。三河武士の誇り。見せるは今ぞ。報告いたします。先月の収支。あ、包囲終わりましたね。ご命令を。ではね、法案もしていきたいなと思います。まず農地をね、増やします。で、あとは、立ってなきゃいけなかった。準権上、ここら辺立てたいって言ってましたね。撤去します。この辺、いっぺんに撤去して。承知した。かしこまった。かしこまった。かしこまりました。なんかすごい兵が集まってますね、ここ。行こうか。これ潰したいですよね。この兵は倒しておきたいですよね。これが、こっちに行けばなんか、有利そうですね。ちょっとこっち行きますか。進むのだ！護衛しましたっけ？していないですね。護衛しておきます。かしこまった。一個かな、落としたの。先月ね。あ、ここも落とした記憶がありますね。ここですね。じゃあ、あとは、歩兵速度アップ使っておきましょう。違い見せてやるよ。はい、ではですね、あと兵糧を買って取引を行いましょう。あ、そうだ、とりあえず壊しとこう。怖まずこっちの遠いところはもう絶対戦争しないので、あと、ここは絶対落としてから壊した方がいいと思うので、あと30日ですね。来月ですね。このコアは。
で、家康くんとはもう壊してもいいですね。壊します。で、南部さんとはどうしましょうか、コアは。南部さんの戦場的には、あと何日だ、ここは。あと42日、こう、とりあえず交渉しましょう。交渉して、でこっちは、交渉ついてるんで、交渉して、そしたら、絶対東海城かかるはずなので、南部さんとは。これも、交渉、あ、これは、あれだ。ダメだ。多分すぐに壊したやつですね。はい。ほっぽっときます。はい。で、コア会場もね、狙うような感じでいきたいなと思います。となると、残りは、ここら辺ですね。はい。豊臣家との戦いですね。はい、見ていきましょう。はい、長浜取れましたね。片付けない。行こう。じゃあちょっとこの八幡山っていうんですか、行きますか。進め。あ、八幡山城ですね。八幡山城っていうところに、ね、向かいます。方位で39日なの、方位取り外してみます。相手方の準備、あ、あれですね、南部さんですね。とりあえず全面解放。これいけそうじゃない?なんか上司とか。欲しいね、武将ね。81歳いらない。81歳はちょっといらないわ。はい。81歳いらない。全面解放で。はい、ではね、もう一箇所ですね。コア解除したいんだけど。コア解除の方が全面解放より低いとかね、とりあえずコア解除します。はい、コア解除できました。もらい受ける。はい、ということで、じゃあね、これ返します。そうすると、あとは、あれですね、ここだけですね。勝ちは揺るぎませんね。終わりですね。あと2回だったら耐えられます。3回目ぐらいはちょっと厳しいですね。厳しくなってきますね。ここは行方わかりません。負けちゃいましたね。お味方が捕らえられました。あ、捕らえられた。ああ、そう。武将少ないのに、ちょっと、厳しいですね。はい。壊してるよね、の家康くんとはね。家康くんと壊してますね。はい。あと、方位で14日ですね。とりあえず方位に切り替えておきます。これ速攻射できるじゃん。速攻射します。で、武将いらないんだけど、とりあえず、ちょっと見てみましょう。上司。あ、二十歳、いいじゃない、いいじゃない。これは、将来有望です。上司走行します。この城、頂戴いたします。はい、ということで、そしたら、あとこっち何日だ?あと32日、交渉、速交渉できますね、これ。あと2日で速交渉できます。はい、松さんは返します。じゃあ、ちょこっと進めて。こんなもんで。仕方あるまい。家康くんとね、ここはできました。おっと、また、進みすぎです。じゃあね、速交渉します。あ、これね、コア会場でね、行きたいなと思います。もう攻める場所もないのでね。
はい、感謝されちゃいました。ということでね、今回フォームは終わった感じですね。はい。じゃあ返します。今回大勝利と言っても過言じゃないんじゃないんですかね。相当増えましたよ。勢力的なものを確認しますけれども、20ポイントまで来ました。うん。で、国力1位までちゃんと上がったので、これはもう、大勝利ですね、今回はね。はい、ということで、まあ、どこ見ても変わらないので、まあ、適当に進めていきます。志果たせぬか。報告いたします。はい、ということで、4箇所ぐらいね、取ったと思うので、お城ね、今回ね、また。なので、歩兵をね、進めていきたいなと思います。で、歩兵が終わったら、あれですね、23は終了ですね。と、特に取るものないですね。じゃあ、歩兵していきます。確かこの辺とかいっぱい取ったんですよね。かしこまった。あとは、どこだろう、ここら辺、取ったんで。はっ。まず上2個は講和解除したので、大丈夫ですね。あと、ここら辺はどうだろう。ちゃんと歩兵やってますね。あ、ここ歩兵してない。かしこまった。はい。と、あと、ここら辺も取ったんだよね。ここと取りましたね。はっ。ここも取りましたね。はっ。はい。ということで、たくさん、こんな1万8000もこんな足軽いたら、ちょっと待ってくださいよ。すごい地雷じゃないですか。間違えてますよ。これで。すごい地雷のお城がありましたよ、ここ。なんでお城ですか？長浜やばい地雷ですね。はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。